イアップして商品やサービスを全力で PR、 企業案件の新境地を切り開く番組、ガッツ 100% テレビ、笑いと愛が企業を救う。さあ始まりました、ガッツ 100% テレビ、週替わり MC のノンセリジョエです。なんかごめんな、水田ほんまごめんな。あの M1 常連が来る番組ではない。そんなことないですよ。これね、いい番組ですから。M1 通るもんですから。ネタ弱いチームなので、この番組は吉本芸人約6000人の中でも特にガッツあふれる、通称ガッツ芸人がどんな案件も全力で面白くするという番組でございまして、今の登場じゃないの？登場じゃないの？今登場じゃないよ。水田さん。震え上がりますよ。いいですか。震え上がるの。で参りましょう。ガッツ芸人に登場していただきます。こちらの方々です。行きましょう。宝石広場大好き。どうだ、宝石がいっぱいだ。吉本の宝石もいっぱいだ。水田、宝石だ。ナダル、宝石だ。おい。岩橋。もうやめろよ。岩橋、宝石だ。尾形。まだ原石だけど宝石だ、世界を取るぞ。井上さん、原石だ。まだまだ原石だ。やったー。岩橋の名前が出てこなかった時点で原石じゃないのよ。ショックやわ。ただの石ころです。それはショックやわ。最近でもこいつ俺のこと尾崎って呼んでる。お互い様か。お互い様なんですよ。何やねん、パン忘れた。はい、お願いします。さあ、続いての方。ほう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 せきうん、宝石広場。ピコ太郎さん風にやっていただいて、この咳払いの方がリアルなのかな。滑りすぎて体調悪かったかなって。毎回ピリッと刺すんでね、合わさるのでよかったですね。ありがとうございます。さあ続いての方。噴水の広場、ジャンカラの広場、いろんな広場があるけれど、ここはキラキラ宝石広。どの音で終わると思います？バーン。素晴らしい、素晴らしい。よろしくお願いいたします。ナイスガッツ。さあ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 、でどんなガッツを見せてくれんねや。 M1 3年連続準優勝は誰やねん。ガッツを見せてくれんねや。やめて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 。本当の輝きを放っているこの方でございます。さあ見せてくれやめて。2万ずつあげるからやめてやめて。もう和牛水田、よろしくお願いいたします。高橋さん、いけんのかお前。ガッツです。こいつガッツあるんすか。いや、そうガッツあるよ。ガッツある。ガッツがあるから M1 準優勝までいってんねん。そう、ガッツなかったら。いや、あれはセンスでしょ。いや、わかんないセンスねえから。ガッツいますよ。ガッツだけでいったんだよ。なあ、よう見たらさっきより顔白いな。でも初めてなんやろ。初めてですよ、水田は。いや、すごい。ほんまにガッツで負けないように、うん、あの頑張らなと思ったんですけど、うん、オープニングでもめちゃくちゃ足震えてるんです。珍しい。言うといてよと。どっちかって何があっても物おじせえへんタイプやろ。あんまり言いたないですけど、関町さんの次に震えてます。83回目の企業様は宝石広場。進化し続ける街渋谷に店舗を構え30年。高級腕時計やジュエリーの買い取りから修理販売までを一貫して行う日本屈指の専門店。まずはこちらの方、お願いいたします。うわー、すごい。マット、そんなお前マット、マットすごい。表彰会をお願いいたします。宝石広場の臼井と申します。うわー、顔も薄い。
あれね。かっこいいだろ。じゃあ臼井さん、はい、宝石広場はどういった会社なんでしょうか。はい、当店はここ東京渋谷で高級腕時計であったり、あとはジュエリーを専門に、販売から修理、買い取りも、はい、行っている店でございます。ちなみにこちらで、はい、まあ、一番最高値のものっていうのはどういったものになるんですか。はい、腕時計なんですけども、約2億円です。うわ、見てください、あの2億稼げる可能性があるやつだけ立ってます2億稼げる可能性があるやつはこう立ってます、両足で立ててます。すごいな、はい、ただ皆さん、とか、うん、ただ今回頑張ってください。マジですか。ご褒美やりまして、はい、ちょっと怖い、マジでマジでほんまに怖い、めっちゃ怖いねんけど。優勝者には、はい、宝石広場オリジナルジュエリーダイヤモンド10万円相当の10万円。待っとけよ奥さん、はい、やばー、あいちゃん見てるか、はい、取ってくるパパな、頼ってくから買ってきてるからな。うわー、めっちゃいい、嫁さんに、マジでこれ嫁さんにやるよ、これ、これ、これやるやる、あ、嫁さん、嫁さん、嫁さんはちょっと今あれやねん、俺はたまたまちょっと、あ、大丈夫、全部弱くないから最初のバトルに参りたいと思います。最初のバトルは高級時計は男のステータス、ガッツ大御所芸能人憑依バトル。やったらこれな。さあ、大御所芸能人といえば高級の腕時計でございますが、これから皆さんにはですね、大御所芸能人が実際につけていた高級腕時計をはめてその人になっていただくと、同じものってことですね。本物です。やば、見事大御所芸能人に憑依することができたらバトル開始ということで、ではまずは一つずつちょっと紹介いいですか。すい、はい、まず1本目ですね、うん、こちらウブロのコマンドバン、デザート、ウブロ聞いたことある、はい、ちなみにこちらお値段はおいくらぐらい。こちらは110万円です。うわー、欲しいね。ウブロの中ではまだ安い方。そうですね、まだ高いものはやはりあります。そんなもの、ウブロの110万円の腕時計、はい、どなたが身につけてたんでしょうか。はい、こちらはさんまさんです。うわ、さんまさんやっぱな、ね、さんまさん浮き上がりそうな気するな。俺つけようかな、ほんなら。え、つけようかな、これお世話になってもな、工場委員会とか。最後まで聞いてから話し合った方がいい。冗談や、こんな冗談だよ。冗談や、俺冗談であるならば変な冗談言うてる。さあ2つ目はこちらです。絶対高い、これ高いな。ブレゲのマリーンでございます。聞いたことある。ブレゲって聞いたことある。さあちなみにこちらお値段は。はい、こちらは300万円です。うわー、すごい。さあこちらどなたがつけてた腕時計。こちらは石橋貴明さんです。うわー、高さん、高さんか、すごいよ。ちょっと待ったよ、さすが。おい、どうだったんだ、似てんの。初めてやったよ。似てるな、似てるな、似てるなんすよ。ちょっと似てますね。マコや、まあ、ちょっと似てないですよ。それはちょっと似てない。ドスン、ドスン、古いですね。それはちょっと古いですよ。おならじゃないのよ、おならじゃないよ、空気が入ってる。古いのよ、だから難しい。マコちょっとごめん、水田ごめんな。僕も一応何かしたらなと思ったんですけど、もう2回目行ってたから。これ4人目があるんじゃないのと思って、一瞬こうパッと行ったらもうすぐにバーって出たんですよ。これルールあんまない、無法地帯やから。さあ3つ目、はい、3つ目こちらです。こちらもウブロなんですけども、モデルが違いまして、ウブロのビッグバンです。ビッグバン、かっこいい。こちらお値段は。こちらはお値段は約380万円です。うわー、同じウブロでもね、さっきのさんまさんの100万円だったけれども、さあこちらどなたがつけてたんだっけ。はい、こちらはビートたけしさんです。うわー、たけしさんだ、やっぱり、やっぱり、やるわ。やっぱりってなんですか。やっぱりそうだよ、たけしさんのオーラというかね、わかるじゃないですか、こう。どの辺で出てますか。いや、このなんか、ちょっと指近いんでやめてください。すいません、感じとか、はい、尾形衆がつくのが困るんです。衆はいいでしょ。すいません、申し訳ない。衆はいいでしょ。たけしさんの匂いで終わりたいので、すいません。さあ、ラスト4つ目こちらです。ロレックスロレックスのサブマリーナ。サブマリーナ大好き。なんか 青って珍しくないですか。うん、サブマリーナの青 ね、はい、こちらはおいくらぐらい。はい、こちらは約600万円です。これかもしれない、ビッグだこれ。これはどなたがつけてた腕時計。こちらはダウンタウンの浜田さん。うわー、浜ちゃん、なんでやねん、浜ちゃん、なんでやねん、ドメインの
意外とどうなっとんねん。じゃあガッツの MC お願いします。すげえわやっぱ浜田さん。なんでやねん。浜田さんすげえな。でセンスがまたあるよね。ちょっとこう服装に合ってるというか、かっけえ。さあ皆さん、この腕時計実際にはめていただいて、さっきおっしゃってた大御所芸能人になりきって憑依していただいて大喜利にチャレンジしていただきます。はい、はい。まあ、正直なんかうわーとかテンション騒いで傷なんかつけようもんなら、まあ、皆さんに弁償という形にはなる可能性ありますよね。もちろんご購入いただきます。さんまさんの人どっか一番安いやつを。いやガッツに向いてないよこれ企画。いや別になりきって大喜利だったらつけなくてもできますよそれ。この後、大物芸能人がガッツメンバーに憑依。おいでおいで。愛がないやつ、やべえぞ。話し合いの結果、高級腕時計の振り分けはこちらに決定。じゃあ皆さん、お付けください。え、いいんですかマジで。ちょっといいっすか触って。はい。めちゃくちゃ重いよ。うわ、重っ。めちゃくちゃ重い。うわ、うわ、うわ。さんまさんの感じする。こんな重いの、うわ。だから、岩橋が身につけるのが一番重たい浜田さんの600万。すごいわ。ちょっと待って、これタイで見たらスーパーコピーと全然ちゃうねんけど。スーパーコピー。さあ、時計つけたんですけども、やっぱり憑依するということなので、せっかくですから、自分がなりきる大物なの芸能人の方、はい、お面を作成していただきたいと思います。お面を、はい、なるほど。だから、尾形はたけしさん、ナダルはさんまさん、そして岩橋は浜田さん、水田が高明さんのお面を作るんですか。お面を作ってください。高明さんのお面むずいな。まあむずいっすね、はい、むずいってかやってることがむずいっすよ ね。そうですね。憑依させるからお面いらないんじゃないのって思うけど、一応あの途中から見た視聴者にも分かるように。ああなるほど、お願いいたします。憑依するからこそお面がいらないの。出た、ヘリクス漫才出た。すごい出た。水田さんのヘリクスガッツをさておき、各自担当芸能人のお面を作成。いや、愛媛から芸人になろうと思って出てきた時には高木さんのお面作るとは思わんかったな。思わんな。さあ、全員が大御所芸能人に憑依できたということでございますので、呼んでみたいと思います。まずはビートたけしさん。あんちゃん、ほやろ。あ、いいね。いいね。いいや、ほやろ。あ、似てる似てる。なんか、ほやろ。あ、似てますね。あ、この野郎お前。高木さん。なんだ、お忙しい中すいません、来ていただいて。いいんだ、あんちゃん。今ね、新作の映画で結構いろいろね、プロモーションもやってる。大変だよ、お前。そうですよ。ってよ、お前。大変なんだよ、似てますね。いつも、丸見えではお世話になっております。いや、お前、ほんとだ、お前。もっと来ていいからな。本当ですか。今日はちょっと大喜利ということなのでよろしくお願いします。岡田ってツッコミもモノマネもできる、すごいやつなんだ。やめろそれ。笑いづらいわ。いや、時計が操作してんねんな。そう、時計が。こうなると何にもできなくなるけど、これやっぱあると。これとこれつけたらやっぱ違う。本当に素晴らしいです。あ、いいですね。いいですね。さあ、では続いての大御所芸能人さんまさん。似てる似てる。お、お面うまいな。ほいでほいで。ほいで。さんまさんのイメージ雑いな。ほいでほいで。うまい。似た、いいですね。さんまさんすいません、お忙しい中。井上なんかおもろい話ある。いや、じゃあさんま師匠がないですよなかなか。ほいでほいで。で、さんま師匠でも大喜利とかご経験あるんですか。いやもうやわないけど、もうやるしかないから。ほとんど何言ってるかわかんないです。さあ、では続いての大御所芸能人の方、ダウンタウン浜田さん。あわやこいつ。浜田さん、なんか思ってたより顔ちっちゃいですね。あの大喜利仕切ることはあってもね、やることはあんまないんじゃないですか。まあできるよ、何も。あ、いけますか。似てるな。ご機嫌でよかったです。マジ似てる。さあ、そして最後は石橋貴明さん、お願いいたします。これ誰やこれ。これ誰。ノリタケいる。ノリタケいる。めちゃくちゃ怖いねんけど、このお面。高明さん、こんな痩せてた。ねえねえ、いつもノリタケに任せてるから。喋ってるから。ほいほい。喋ってるから。いきますよ、皆さん。参りますね。この大御所芸能人でやっていただくのは、かっこいいセリフバトル。聞い
女性とバーに来た時のかっこいいセリフで対決していただきます。オッケー、宮沢りえちゃんな。はい、あ、宮沢りえさんかどうかわかりませんけれども、わかりませんけれども、シチュエーションございまして、狙ってる女性と一緒にバーに入店します。ほいほいで、席に着いたらまず女性に高級時計をアピールします。何やそれ。はい、するとその女性が、あ、その時計彼が欲しがってたやつと一緒だと。あるわな、そういう場面あるわな。へこみます。へこむ。大御所芸能人の方は、どうしたん、元気ないやんと言ってください。だからその彼に振られちゃって、もうどうしたらいいか分かんなくて、この後かっこいい一言お願いいたします。なるほど。結構ややこしいんやね。ちょっとそうですね、結構ややこしい設定だね。ごめんね、視界がない中ややこしいのがあるから。ちょっとモノマネ収集すぎて話聞いてんから、もう一回見て。うるさいね、お前は。さあ、どなたから挑戦いたしますか。やろう、行くわ、俺が。あ、やる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 、はい、やるで。二番目がいい、二番目が。ちょっと。どうしました、高橋さん。やるで。僕ね、二番目がいい、二番目。二番目は高橋さん差し上げます。ありがとう。やるで、一番やるで。三番にやらしい。浜田さん何番がいいですか。がっかりさせない期待に応えて、いつもの楽しいオンリーラーをしてるよ。がっかりさせない期待に応えて、すずすずいつものオンリーラーを。分かる。じゃあ、三番さん、三番で。いつも楽しいオンリーラーをしてるよ。高橋さん、何番がいいですか。番内。松尾番内と番、松尾番、松尾番内、松尾番内がないんです。あと1番か4番です。残ってるの。1番だ。1番で。竹内さん1番、1番だな。2番高木さん、3番さんまさん、ラスト浜田さんでお願いいたします。よし、やったろ。やや。さあ、まずは竹内さんのかっこいいセリフです。お願いします。よし、お姉ちゃん行こうや。昔のたけしさんね。やるけど。おーし。あ、ここかい。ここです。ありがとうありがとう。ちょっと今手触りましたね。やっぱちょっとね、時計を自慢していただかないと。おー。いい時計してますね。そうなのよ。姉ちゃん、よくわかったのな。似てる。これを、なんかに買ってこさせちゃってよ。これを。大変なんだよ、これ。それ、彼が欲しがってた時計と一緒だ。あ、軽いのかやんちゃん。なんかあったのか、暗くなったよ。うん、リンリンさんに暗くなっちゃって大丈夫かい。なんか銀座にも行こうかい。今来たばっかだけど。そっかよ、お前。めっちゃ可愛いな。その彼に振られちゃって、もうどうしたらいいか分かんない。じゃあな、俺の風味になんないかい。何俺の風味になんない回でした。風味、細川文江さんとね、やったから。なるほどね。おそらくですけど、フリーズしてるんで終わりだと思います。はい、フリーズされてたら終わりの合図なので、でも最後のとこまではすごい元気良かったんですけど ね、 ですね。いいです、ちょっとお母さん外していただいて。いいですか。どうしました。いや、もうでも強かったです。なりきってましたから。俺じゃないですから、今のたけしさんですもんね。たけしさんで言ってるから。そうそうそう、自然と風味とか出ちゃったよね。スースキスとか。そんなこと言ってません。スースキスは一言も言ってない。スースキス出さないで、出さないで、そんなの。まあ、どこが高木さんやねん。この方怖いねんな。大根お化けみたいな。めちゃくちゃ怖いね。遅いんだよな、遅いね。さあ、では高木さんの挑戦よろしくお願いします。昔の時はギャグね。あ、ごめんごめん、あのメジャーリーグ出てた時のやつかね、ちょっと出てたけど映画ね。うわ、僕なんか、あ、やってるやってる、なんかやってるやってる。俺ね、あの昔フジテレビのカメラに捕まった時やめて。やってたけど、そういうちょっとね、卑猥なやつね。あ、そう、時計をね、アピールしていただいて。すごいいい時計してますね。あ、そう、うん、もうノリタケとお揃いでつけてんだよ。なんかいいな、仲良しやな、かわいいな。それ、彼が欲しがってたやつと一緒だ。あ、そうなの。え、どうしたの、元気ないじゃん。実は、その彼に振られちゃってもうどうしたらいいか分かんない。彼に振られたの。そうか、じゃあ桜子クラブに入れてあげようか。渋いよ。古いでしょ。古いです。古すぎるって。めちゃくちゃ古い。知らないよ、めちゃくちゃ古い。俺らはあんまんけど、古い。タカさんも情報古かったですね。全部終わってんだよ、もう時代が。どうでしょう、みんなさん、やってみて。いや、ほんとタカさんあんなこと言うとは思わなかったですね。この後もまだまだ続く憑依バトル。スタッフが怒ってます。怖い。
あの段取り悪いスタッフに怒ってますね。多分あれ B ダッシュのスタッフですね、あれ怒られてるの。芸人らしくオーシャンビュー。さあではさんまさんお願いいたします。ああこの映画の久しぶりやな。あはいはい写真撮ろう。さんまさんやな、サインがあるから、ね、サービスね並んで、はい、赤ちゃん持つな、はいはいはい、ようやるけど TikTok 上げてええからな、はい、グリーン車でね、はい、やってるよね。あまあご行きつけやからちょっと入ろうか。はいはい、おいこらしょ、おっこらしょ、ボケや。あんまボケや言わんけんな、さんま師匠。いやちょっと歩いたら暑いな。あ見える。すごいいい時計してますね。もう結構ええやつなんや、これカジュアルやろ、こういうの好きなんや。なんか面白い話ある？ない、ない、すぐにはない。言い方せえ。あでもこれ彼が欲しがってたやつと一緒だ。まあ、か彼氏おんのからそう言うとけよお前。こんな時代遊ばれへんからお前、これどうするこれお前、こっからお前それ、でも実はその彼に振られちゃって、おいでおいで、どうしたらいいか分かんなくて、分からへんの。あそうなんや。テーマ変えます。うわさんま御殿やった。終了。さんま御殿やったよあれ。どうでした奈良さんやってみて。いやほんまにさんまさんで普段こんなんなんやというか。あもう入ってきた。入ってきた。最近できへんもんな。やっぱ最初から優しいというか。そうやな。浜田さんもそらね。そうですよね。もう表にはなる方やから。どけほら。どけ。スタッフに怒ってます。怖い。あのダバイバルスタッフに怒ってますね。多分あれ B ダッシュのスタッフですね、あれ怒られてる。B ダッシュのスタッフ怒られてます。写真こら。さあでは浜田さんの挑戦お願いいたします。あ、今が美味しい店あんねん。ちょっと似てますね。笑い方が。何がおかしい。何をしてる。あ、怒ってるね。うわ、すごい。気づいてやお前、俺が座んねえからお前言うてお前何言うてんの。動き似てる。来いやお前。あかお前。スキンシップ取る方ですからね。優しいな。優しいスキンシップ取られてます。藤原、藤原社長にホテルのお湯ぬるいな。困ったら社長にご連絡しますから。何とせ藤原ほらお前。ごめんな、ちょっと陽気やな。いいですね。まあ座って座って、うん、え、これすごい高い時計ですよね。やらしてや。言うかな、浜田さん。よくないや、冗談や。ボケでね、ボケで言う、ボケで言うんだよ。冗談や、だからさすがに期待に答えて。ごっついか。やめろ、おいるよ。おじゃぽめん、あらだしらごじゃん。楽曲の勝負みたいな感じで。知らないですね。まあ、ごめんごめんごめん、空気悪くなったな。実はその時計、彼が欲しがってたやつと一緒なんだけど、その彼に振られちゃって。まあまあまあ、振られることはあるわな。うん、やけどまあ、へいへいへい、時には起こせよ、ムーブメン。何でも悪とったらええ思いしてな、振られたんか。はい、振られた。ちょっと今、時計確認したから、ものすごい体感長いんやろな。そうか、振られたんか。ほんなら、ええことを言うといたろうな。うん、これ聞いといて。フライデーとかな。うん、まああるけども、その次はサタデー。終了。最後弱かったっすね。それまですごかったのに、ね、シレスボディ感がちょっと、そう、なんかちょっと出しすぎた感じがすごかったから。ちょっとスーンと行きゃいいのにさ。何を時間かけたんすか。何やろ、セリフのやり取りが分からなくなってしまった。入ってたら入っちゃってたから な, なんならやらしてやが最後でええぐらいやったり。そうか。さあこれはだからリンリンさんの中で誰が一番かっこよかったかを決めていただきたいと思います。どなたが一番かっこよかったですか。さんまさんです。やっしゃー。ということで勝者は奈良さん。ここだよ。リンリンさん、はい、どこが決め手でした。なぜ、いやなんか店に入る前のファンサが一番いい人だった。なるほど。いやいや、おっしゃおっしゃ。だからそこはナダルというか本当のさんまさんですね。いやいや、本当そうやね。いつものさんまさんや。次週、宝石広場 PR 後半戦。高級腕時計目利きバトルで尾形まさかの覚醒。どこで才能発揮してんの。
いや、尾形さん当ててよ。俺ずっと嫌った。当てさせろや。今の流れやるかい。もうちょっと待てや。尾形 VS ナダル再び。何の問題があるね、これガチやろや、これ。やらしたいんか、これ。やらしたいんか、これ。もう全部ガチやから、おもろやるかい。笑いと愛が企業を救う。チャンネル登録、高評価お願いします。